すぐにあできそうって思いましたか。登れるもんなら登らせてもらおうっていう6ミリあればぶら下がれるんですか。ワクワクするじゃないですかこんなあなたの知らないスポーツを深く掘り下げる加納舞子の知るスポ。こんにちは、加納舞子です。さあまずはこちらのモニターを見ていただきましょう。テレビネットで見る人気スポーツの最新ベスト10、バレーボールは10位ということなんですけど、まあ、正直ねもう少し5位ぐらいに入っているかなって思ったところではあります。しかし、まあ、このランキング以外にも今はスポーツをたくさん、CS だったりネット番組だったりいろんなところで見れる機会が増えてきております。そこで加納舞子の知るスポではベスト10には入らないけど今知るべき見て面白いスポーツをご紹介しようと思います。一緒に番組を盛り上げてくださる構成作家の馬場康夫さんです。よろしくお願いします。馬場さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあこちらいかがですか。テレビでよくやってるものが上に来るよねっていう、それから例えばラグビーはワールドカップの影響でしょうしテニスは大坂直美さんの影響でしょうしとか考えたら、まあ人気者がそれぞれいる、はい、バレーボールだっていますけどね、もちろん人気者が。そうですね、もちろんあのトップ10には入ってるんですけど、なんか私のちょっと思い込みでは5位以内には入ってるかなと思ってたんですよなのでやっぱり確かに ね、うん、時代は移っているなという感想が、うん、正直なところです。さあ第1回のテーマはこの夏テレビで見る機会がぐっと増えるはずのクライミングです。ゲストはプロクライマーの大場美和さんです。大場さんようこそいらっしゃいました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。大場さんといえばまず思い浮かべるのがインターネットプロバイダーの NTT プララの CM なんですけれども、はい、これかなり当時話題になりましたよね。そうですね、まさか私もこんなに話題になるとは思ってなくって、あの高校実はこういうの芸能活動みたいなことやっちゃダメな高校だったんですけど、はい、まあバレないだろうと思って出たら意外と話題になっちゃってバレてめっちゃ怒られた。バレるでしょ絶対、ね、だって全国ネットも当時 CM ですよね。そうですねダメでしたねこれは当時おいくつぐらいだったんですか。高校3年生かなだと思います。多分この学校自体はあの撮影用の学校ということですよね。はい、すごい。これ最初このお仕事来た時にすぐにあできそうって思いましたか。いやもうめっちゃ面白そうと思いましたやっぱり怖いというかワクワクされるんですね。そうですね、こういう建物登れるところなんてもう限られてるんで、はい、登れるもんなら登らせてもらおうっていうすごい。さあ、あの競技としてのクライミングなんですけれども、はい、実際クライミングの競技っていうのはどのように戦われるんですか。クライミングの競技としてのクライミング、スポーツクライミングは3種目、はいあるんですね、はい、ボルダリングとリードとスピードの3種目があって、はい、それぞれ結構特色の違った競技で、はい、それプラス複合っていう種目もあって、複合はその3種目を1人で全部やって総合で順位をつけるっていう競技になります。今日は全部あのとことん説明していただこうと思うんですが、はいはい、ではまずはこちらはボルダリングの動画ですね。はい、ボルダリングは高さ約4メートルの壁に4つとか5つとか複数コースが設定されていて、でそれぞれ傾斜とかホールドの配置とかが違うんですけど、そのルートをいくつ登れたかっていうのを競う競技になってます。で1つの課題制限時間が4分とか5分とか決まっていて、その時間内だったら何度でもチャレンジできます。あ、一度落ちて失格ではなくて何回でもチャレンジできるんですね。そうですね、なのでこの動画でもちょっと落ちた後にこう見上げて、はい、あダメだったなみたいな感じで。時間が決まってるってことは諦めちゃうってこともあるの。あこれ無理って言って次に行くっていう。あそうですね、まだ残り時間1分とか残ってても無理そうだから諦めるっていうこともたまにありますね。
こちらはリード。はい、リードは高さ12メートル以上の壁に設定されているルートをどこまで登れたかで競う競技になります。でこれは制限時間6分間ありますね。でリードの場合は一度落ちたらそれで終わりなので一発勝負ですね。もうやり直すことができないのでそこまでっていうことになるんですね。はい、これリードは自分であそこに掛け替えていくのね。あ、そうですね。登りながらちゃんと下から順番にかけていかないといけなくて、でリードの場合のゴールっていうのは一番上のホールドを持ったことじゃなくて一番上のクリップにロープをかけたらゴールになります。あ、じゃあ手が届いてるだけとかではダメで、はい、しっかりそのどこのフックにかけたまでかということですよね。途中の成績はその持ったホールドのに数字が割り振ってあって、はい、下から順番に数字があってその登れたところまでの数字が、ちょっとでも上に行けば点数がどんどん積み重なっていくってことね。そうです、そうです。で一番最後のホールドが40だとしたらその40まで行ってゴールのホールド持って落ちたらその40っていう成績になって、ゴールのホールド持って最後のクリップにかけたらトップっていう成績になるので、クイズ番組みたいに最後が1万点とかそうはない、そうなってないの。点数制度ではないです1万点チャンスみたいなそれだったらもう何が何でも頑張りますよね10点20点30点とかって言ってね、はい、ってって3つ目はスピード。はい、スピードはあの全く同じルートがあってそれを2人同時に登って、はい、先にゴールした方が勝ちっていうルールですね。早すぎてもう終わってしまいましたけど同じに見えないけど同じなんだね。これ全く同じです。見えないですね。確かにもう早すぎて10秒いってないですからね。このコースっていうのは毎回変わるんですか？スピードの場合はもうこの赤いホールドのこのルートで決まってるので、どの大会も、はい、全部一緒なんですけど、ボルダリングとリードはあの大会ごとに違います。なのでそのルートをどうやって登るか考えるところもその競技の一部になっているので、他の選手が登っているところは見れないです。今日はあの普段使われているクライミングの道具をお持ちいただいているということなんですけれども、はい、見せていただいてもよろしいですか？はい、まずこれがクライミング用のシューズですね。結構ちっちゃいんですよ、クライミングのシューズって。ちっちゃいですよね。ちっちゃ、はい、今履かれているスニーカーより全然小さく見えるんですけど。そうですね、全然こんななんで、思った以上に小さい思った以上に小さい。確かにそこに足がこう入るわけですよね。そうです、あの靴の中で少し指曲がるくらいちっちゃいものです。じゃあ続いてお願いします。あとでチョークですね。滑り止めです。出すとあんま白い粉が舞うんで出せないんですけど白くなってしまう。これ滑り止めでこれを手に塗って登ります、はい、それは登ってる最中腰につけてたりするの？あ、リードの時は腰につけますね。これはあのオークタイプなんでつけないんですけど、もうちょっとちっちゃめのやつを腰につけて登りながらこうシュッシュッシュッって。40点もあったらね、29点以降はちょっとまた塗りたくなったりしそうですもんね、はい、そうですね、つけますつけます。ああ、それチョークっていわゆる黒板に字を書くチョークの粉みたいなもの？あ、黒板に使うのとは違うんですけど、うん、あの機械体操の選手が使うのと一緒の炭酸マグネシウムですね。はい、手とか荒れたりしないですか？あ、荒れる人もいますね、うん、なんか私はめちゃめちゃ手汗かくタイプなんで全然大丈夫なんですけど、あの乾燥点の人はあの手が荒れてあのなんか爪の間から血が出たりとか結構する人もいますね。そうですよね、もう指先での勝負ですもんねこれがハーネスです。ーリードをするときにこれをつけて登ります、はい、なくてはならないものですね。そうですね。あ、で、あともう一個これがカラビナなんですけど、これあのリードの途中途中にこうついてたやつですね。で大会の時とかはあの事前にこれがついててそれにロープをかけて登っていくんですけど、うん、あの外の岩登る時はついてないので、うん、これをこのハーネスのここにこういっぱいつけといて、うん、登りながら岩に打ってある
ハンガーにかけて、でそこにロープをかけて登っていくって感じです。これが登る人じゃなくて下でロープを操作する人が使う器具なんですけど、これもハーネスにつけて、でこっちに登る人側のロープで、こっちにロープを出して、あの下でロープを操作する道具です。それもリード用ですか？リード用です。で、あの落ちた時にこれでグッと止めれるようになってます。ブレーキのアシストがついてて、ここから強い力が加わるとこうグッて、あーブレーキがかかるようになってる、ね、はい、かかるようになってます。落ちかけたら、はい、ロープをあの操る人がいるのは私初めて知りました。あ、本当ですか？そうビレーヤーって言って、はい、落ちた時にこうしっかり止めたいとか、あとあのロープをかける時にこうロープたぐるんですけど、はい、それをあのいい感じにロープを出したりとか、あ、掴みやすいようにやってあげる方ですね、はい、じゃあそれもすごく大事な存在ですよね。大事ですね、はい、やっぱり命を預ける人なので、はい、大事です。その人の技量でこう競技の結果が変わったりするものですか？あんまり下手な人がやるとあれなんで、その大会ではちゃんと慣れてる人がやってくれます。そのロープを手繰った時に全然ロープが出てないとこうグッて止まっちゃって全然かけれなかったりとかしちゃうので、クライマーの動きを見てロープを操作しないといけないです。そう、ご自分で決められるんですか、その相手の方っていうのは？いや、もう順番に順番にやっていく感じです。大会側自体がもう用意されている方々ってことですか？はい、あ、そういうものなんだ。はい、あの大場さんがクライミングを始められたきっかけっていうのは何ですか？きっかけは、私クライミングをやる前は器械体操をやっていたんですけど、はい、それで腰を怪我してしまって、でも何かスポーツをやりたいなって探してた時に、はい、たまたま雑誌でクライミングの記事を見て、はい、でも天井みたいなところを登ってる写真を見てすごいかっこいいなと思って、やってみたいなと思って始めました。あ、そうなんですね。いくつの時？小学校4年生の時です。小学校4年の時に天井登ってるのを見てやりたいなと思ってすごい子供だな。でも雑誌を見てそこから入ったっていうのがまたすごいですよね。ご自宅にクライミングの壁があるというふうにお聞きしたんですけど。はい、そうですね、あの私が始めた頃って今みたいにクライミング全然流行ってなかったので、はい、クライミングジムもすごく少なくって、なんでいつでも練習できるようにって言って両親が作ってくれました。これはすごいですね。すっごい、もうこの場所がこの壁になったということですよね。ですね。そう、もともと屋根がなかったんですけど、うん、屋根もつけて壁立てて、でなんかあの左の写真見てもらうと分かると思うんですけど、はい、ちょっとなんかぴょこって出てるじゃないですか、左から、はい、そこをこう、 うまいこと避けるようにちょっと傾斜をつけてみたいな。これ高さ何メーターぐらいなんですか、この壁？これは4メートルぐらいです、ね、あら、すごい。これは練習場の指ですかね。そうですね、はい、これ手前に4って書いてあるのは、あれ厚さが4ミリってこと？あ、そうです、そうです。これちょっとおかしな人がいるんで、このジムなんか増えてたんですけど、これ6ミリがこれぐらいですね。これでぶら下がれます。6ミリあればぶら下がれるんですか？はい、でこっちが10ミリ1センチ、ね、1センチ。あなたもジムおかしいよ。すごすぎる。だからかやっぱ指の力で。6ミリすごいね。6ミリは結構もう痛いですね、めちゃめちゃ。これはもうこの黄色いところがホールドですよね。ですね。すごい薄いですね。嫌だよ、隠すんだけど。右の方に黄色いちっちゃい、黄色いちっちゃいポッチがあるんだけど、あれ模様じゃないんですか？あれ模様じゃないです。あれに、あ、え、これも使います、ちゃんと。今うつ、まさかね、見えてないけど、こっちもポッチがあるんでしょ、これ。まさか、はい、ちっちゃいのが。すげえ。まさかね、足をかけるなんてことはないです、ね、もういったい。ちょっとバランス崩れるとこうペローンって壁から離れちゃうんで、めちゃめちゃ難しいです。すごいね、これ。なんか重心が大事っていうことですよね。そうですね、うん、後ろに行ったらそのままもう剥がれてしまいますもんね。すごい、あの
ずっと見てられる、ちょっとすみません進行がずっと見てしまうっていう見とれるよね、はい、さあこの他にも練習中の風景を撮ってきていただいているんですけれども、さっきのはスラブって言って90度よりも向こうに傾いてる壁なんですけど、オーバーハングというか、あの、はい、裏返しになって登っていくみたいな感じね。あ、そうですね、今これ見えてるのはそういうオーバーハングって、そこから始めるんだそっからそこですか、そっから始め、でも加藤さん、うん、これ初めて行った時こんな感じだったんですか。いや、こんな傾斜はなかったです。さすがにここまではなかったですけどすごいだってもう指だけで自分の体重がもうあんなに揺れても耐えられるものなんですね。はい、結構持ちやすいの持ってるので大丈夫ですさあ競技ではなくてこう自然の岩を登っていることもたくさんあるということなんですが、はい、こういう自然の石を、すごい石、これもすごい。これはアメリカのビショップっていうエリアの写真なんですけど、もうワクワクするじゃないですか、こんな。そうですね。ワクワクするんだ。怖いですけどね。ああ確かにこれくらい高さがあると結構怖いですけど、その怖さも楽しいっていうか。またスリリングなところを見るとワクワクしてしまうということですよね。はいはい、ですね。これはさっきおっしゃられた、もうあれは打ってあるんですか。いや、これはボルダリングなので、素手で全部登っていくの。はい、そうです。なので下にマットを敷いて一応落ちても大丈夫なようにして。ああ、だから下の方もこう、いや、そ、はい、今の位置からだったら落っこっても大丈夫だろうけど、ペンチ角から落っこったらマットじゃ済まないんじゃない。そうですね、一番上から落ちるのはちょっと危ないかもしれない。でもこれもあのどうだろう、半分ぐらいまで行ったらもう結構上は簡単なんで落ちないです。ごめんなさい、簡単に全然見えないんで簡単どうこういう岩場だとどうなっていると、あ、これはいけるなって思うんですか。いい質問だね、うん、いけるなか。でも簡単なのはやっぱり持つところがこう大きくて、はい、大きかったら簡単ですね。でも難しいのをやりたくなっちゃいますね、やっぱり6ミリとかこれ持つとこ上の方あるんですか。これ簡単なの、上の方あります。上の方が持ちやすいですね。あ、そうなんだ、ちょっと模様みたいな、本当全く。あ、じゃあやっぱり滑らかだと全く持つところがちょっとなくて登りにくかったりするんですかね。そうですね、だったりとか、こうなんか丸っこかったりとか、はい、もうめちゃくちゃちっちゃかったりとか、なんか本当に結晶一粒を持つみたいなこともありますね。カノーマイコの知るスポ第1回目はプロクライマーの大場美和さんをお迎えしてクライミングの魅力をお伝えしてまいりました。皆さんありがとうございました。ではまた。